かつては自身もこの JW 認定タッグ及びデイリースポーツ認定女子タッグのベルトを巻いておりました。まあすごいスピーディーな試合になると思いますので目を離さぬようにご覧いただきたいと思います。警戒しつつ握手を交わしましたレオンと藤本司。第3試合の開始のゴングが鳴りました。さあすぐさまホーリー行きます。カウント1で返さなければいけません。2叩かれた時点で勝敗が決します。すべてクリアするホールはカウント1。カウント3まで自分のスタミナを温存するっていったそういった作戦を使うことができません。カウンターのドロップキック、エビ固め、こういったエビ固め、これ気をつけなければいけません。ダメージを受ける技ではございませんがレフリーが2回叩いたらそこで負けです。なかなか切り返しを警戒してしまうと自分も攻めに行くことができません。慎重にならざるを得ない藤本司、そしてレオンです。まあやって一瞬の隙をついてフォール2カウントを奪うのももちろん手ですが、ここはやはりまあ基本に帰ってじっくりと相手のスタミナを奪って体を動かさないようにして2カウントを奪った方が得策かもしれません。安全策かもしれません。さあヘッドロックに取られた藤本がこれを肩をつけてフォールを奪おうといたします。その度にレオンが返す。目まぐるしい攻防が開始から続いております。第3試合です。まあ、これ当然返す側もホールをクリアするだけでもやっぱり体を動かしますのでいつもと違うスタミナの消耗をしてしまいます。いつもでしたらカウント2まで肩を上げずに休むことができますがカウント1で慌てて肩を上げたり あるいは相手のホールをクリアしたりしなければいけません。通常の3カウントルールとは明らかにスタミナの消耗の仕方が違ってまいります。となるとやはりこれは経験値がものを言うでしょう。スタンドに戻りました。レオンと藤本司、レオンはエルボー合戦打ち返しました。そしてフロントから首を取ります。フロントネックロックへ持っていくところそれをリストロックで切り返します。前転し足を取る。さあトーホールドに捉えたレオンの首を掴んで強引に丸め込む藤本、そしてそこから逆にトーホールドに捉えます。さあじっくりとした攻防に流れが変わってまいりました。お互いスタミナを奪うためのそしてなおかつ背中を叩き合っております。地味に痛い背中へのパチパチ攻撃。逆水平チョップ一発で藤本を倒すことに成功しました。試合のドロップキック。さあ場内の雰囲気を自分の方に持っていきますレオン。そこからコーナーに登るが藤本の上空を飛び越え追走する藤本。さあロープワーク、これを制すのはどちらだ。ロープワークからさあカサドーラで丸め込むがカウント1。カサドーラそしてツカドーラも持っております。いずれもカウント3が取れる技、しかしカサドーラの方はカウント1でレオンが返します。先ほどの返しとばかりに串刺しのドロップキック。さあ位置についてもう一発低空ドロップキックです。そしてニュートラルコーナーに上がります藤本。今度は何を狙う。ドロップキック2発に続いてはミサイルキックを炸裂させるホール。カウント1。思わず屈走と、まあ、なかなか2カウントというのは取れないんですね。普段は当たり前のようにカウント2カウント2の応酬を我々見ておりますがルールが変わるとなかなかそのカウント2が取れません。
さあバックブリーカーの連発、相手の腰にダメージを与えテキサスクローバーホールドを狙うレオン。さあ崩れてしまったためボストンクラブ、いやハーフボストンクラブに移行いたしますレオンです。この辺は木を見てビーン。しかし藤本がその右手でサードロープ到達いたします。とても試合時間まだ5分とは思えないぐらいの攻防です。さあ動きを止めたレオンは何を狙うでしょうか。藤本がやり返す、いやおー、これはノキアンバックブリーカー。さあノキアンバックブリーカーで、いやしかしこれを切り返します。至近距離からのドロップキックがかわされる。コークスクリューシザスホールド、これもカウント2。ロープに飛んだ藤本を、おー回す回す。さあなかなかカウント2が入りません。ルール変わればこうも変わるものなのか。コーナーからマットスプラッシュ、これはかわされます。さあ勝負に出たレオンがマットスプラッシュをかわされました。しかし藤本もダメージがあるため、腰にダメージがあるためすぐに立ち上がることができません。さあこの JWP のリングでは中島梨紗とのコンビで JWP にてタッグ、デイリースポーツ認定女子タッグを保持しております。藤本司、この日はシングルプレイヤーとして JWP 出場しております。レオンとの2ホールカウントマッチ、エルボー合戦、どちらが優位に立つ。スピンキックかわす、エンズイギリカウント1、エンズイギリカウント1、バックスピンキック、これもカウント1。的確に相手を捉えていながらいずれもカウント1です。さあどんどんスタミナを消耗していきます。キャプチュードバスター狙い、着地してさあ土手っ腹に蹴りを見舞いました。サッカーボールキック、そして正面からランニングの PK、 カウント1、もう一回いく、蹴り飛ばしフォール行く、これもカウント1だ、カウント2にならない。これほど攻めてもカウント2には至らない。ならばとビーナスシュートを狙うか、ビーナスシュートがいやかされた、そこにレオンがスピア、カウント1です。よくよく考えるとこの攻防はなかなか信じられません。全てカウント1で返しております。しかし藤本の動きが止まりました。レオンは何を狙う、キャプチュードバストを狙うか、これをインサイドクレードル首固めで切り返す、しかしそれを元に戻しキャプチュードバストに持っていこうとする、もう一度インサイドクレードル首固め、おっとっとっと首固め切り返した、これもカウント1。さあビーナスクラッチ、これもカウント1。なかなか丸め込みもカウント2に至りません。飛び乗って、さあ塚ちゃんボムをディフェンスしたレオンでしたが、これはレオンがホールに行かれるか、ホールに行く藤本、カウント2、カウント1。さあここで藤本は何を狙う、塚ドーラを狙うが、これを押し潰す、カウント1、ジャックナイフ、4の字ジャックナイフ、カウント2、最後は4の字ジャックナイフ、塚ドーラを押し潰した直後にジャックナイフで固めたレオンが2カウントダッシュし勝利です。頭を抱えております藤本司。
してやられたという表情でしょうか。いやー、目まぐるしかったですね。当然これが3カウントルールだったら全く違うものになると思われますが、2フォールカウントマッチではレオンの勝利。まあ、どんな形にせよ現、タッグ3冠王者からシングルで勝利を挙げましたレオンです。